はい皆さんこんばんばは元高校教員のチャンネルでは朝の時間帯朝のホームルームでは時事問題や自己啓発系のことを配信しておりますで夜のホームルームでは生物のこと科学のこと教育問題について主に取り上げて配信しておりますので、はいえー、気軽にです、ね、コメントやレターをいただけると非常に嬉しいのでよろしくお願いします えー、で今日の夜のホームルームのお話なんですが、えー、昨日から、えー、5月10日から16日までの1週間愛鳥週間ということで愛鳥、鳥ですね、はい、野鳥の保護を推進して野鳥を大切にする気持ちを広めるために1950年から、えー、設けられているこの愛鳥週間ということで今は、えーまあ、バードウィークですので、まあ、今日はそれの2日目に当たるので今日も鳥のことについてお話したいかなと思っております。で昨日ですね、えー、鳥の鳴き声を えー、3種類ほど聞いていただいて、えー、鳥のね鳴き声さえずりと言いますさえず、ー、り主にこの時期が繁殖期に当たりますので主にオスが出す声で、えー、キュア愛や縄張りの宣言であるパターンが何回もこう繰り返されるのが特徴ですので、えーまあ、ウグイスだとかカッコウだとかそういったメジャーな鳥のさえずりのね鳴き声を聞いていただいて、えー、た聞いていただきましたけども大体ですね、えー、10種類ほど 鳥の鳴き声を聞き分けることができると、もうれっきとした、もうあの、バードウォッチャーと,として名乗ってもいいぐらいのレベルらしいので、はい、ぜひともですね、この16日の1週間後、愛鳥週間最終日には、大体10種類ぐらい聞き分けられるようにね、あ私の方も手助けしていきたいと思いますので、はい、皆さんもしっかりそのさえずりを聞いて、季節を感じ、鳥の鳴き声を聞き分けて、あ、春来たなと。 いう,うことを聞き分けることができたら街歩きとか散歩の時とかでも鳥の声が聞き分けたらちょっと人生楽しいですからぜひ、ね、聞き分けるようにちょっと手助けしていきたいと思っておりますので、ね、一緒に学んでいきましょう、はい、で今日はですね鳥の,このさえずりをです、ね、人の言葉に置き換えたものを聞きなしと言います、ね、あの鳥の,なさえずり、ね、鳥の鳴き声を人の言葉に置き換えた,置き換えたもの例えば ウグイスだとホーホケ教って言ってるように聞こえるとそれを聞きなしと呼びますけども、えー、そのまあまあ、ウグイスのようにホーホケ教と人のあの言葉に置き換えたものを聞きなしと読むんですけれども。実はその聞きなしで。えー、本当にこう鳥の気持ちになって。 いやほら本当にそんな風に言ってるっていう感じのやつもあるんですけどもぜひ今日はその鳥の鳴き声を聞いていただいてこんな風に言ってるという風に聞きなしを当てはめてその聞きなしを覚えると、えー、さらにより深く鳥の鳴き声っていうのも聞き分けることができますのでぜひその鳥の鳴き声を聞きながら聞きなしも合わせて、えー、覚えていただきたいかなと思っております、はい、では早速ねいきたいと思います今日の鳥の3種類今日3種類ね、えー、紹介しますのではい まずは、ですねこの鳥です、はいまず聞いていただいて。はい今、聞いていただきましたけれども、この鳥の名前、ですね仙台虫食いと言います。仙台虫食い 雀、えー、の仲間でウグイス科なので、まあ、ウグイスの仲間ですね、はい、この鳴き声、ですね皆さんどんなふうに言っているように聞こえますか、はい、これがですね、まあ、聞きなしによるとですね実は、です、ね、焼酎1本 グイっ,いいって言ってるように聞こえるみたいですはい人の言葉に置き換えたものを聞きなしと呼びますが仙台虫食いのさえずりはえー、焼酎一杯グイって言ってるように聞こえるとはい皆さん鳥の気持ちになってますかもう一回いきますよ 鳥の気持ちになったでしょうか？焼酎一杯食いは仙台虫食いと覚えましょう。はい、特徴的ですよね。あんまりそうですよね。あんまりその街中で聞こえてくることってあんまりないかなと思いますので。まあ、夏鳥として九州以北のまあ落葉広葉樹にトライして茂みの中で活動するので、まあなかなかその。 身近にいるような鳥ではないかもしれませんけども、えー、ぜひね、この焼酎一杯ぐいっていうのを聞こえたら、あ仙台虫食いだなというふうにねあの、覚えていただけたら一番いいかなと思います。はい、えー。どうでしょうか、皆様、鳥の気持ちになってきたでしょうか。じゃあ、続いていきますよ。はい。続いてはですね、これは割と、まあ、身近にいるかなっていう感じですけども、いきます。 はい今聞いていただきましたけどもこの鳥は何かというとホウジロですほジロ、えー、これもスズメの仲間なんですけども、まあ、見た目も形態、まあ、も大きさもスズメに似てますスズメの仲間なので、はい、でほっぺ、えー、頭部の頬辺りのあたりが白くなっているのでホウジロと言いますね、まあ、目の白いところは目白とか言いますけど、ねはいほ。ほっぺたの方がが、えー、白い模様がついてますのでホウジロと言います 千葉県の県の庁にも、えー、なってますかね。はい、でこの「ほうじろ」ですけども今聞いていただきましたけどこれを聞きなし人の言葉に置き換えたものを言うとですね「ほうじろ」の聞きなしは「えー、一筆形状つかまつり候、または「札幌ラーメン味噌ラーメン」って言ってるように聞こえると、はい、もう一回いきますよ皆さん「札幌ラーメン味噌ラーメン」ね どううでしょうか鳥の気持ちになれたでしょうか一筆形状つかまつり騒動または札幌ラーメン味噌ラーメンなんか札幌ラーメン味噌ラーメンは確かに言ってるような感じしますよね、はい、どうでしょうか皆さん <laughs> まあこれは割とですね、まあ、街中というかね、えーまあ、まあ林の茂みがあるところだと割とほうじろは身近に。 え見れる鳥なので、まあ、聞いたことあるかなみたいな感じねすると思いますけど、はいまあ、札幌ラーメン味噌ラーメンと、まあ、茂みの中から聞こえてきたらそれはほうじろですので皆さんね、えー、覚えましょうほうじろ焼酎一杯グイが仙台もし食い札幌ラーメン味噌ラーメンがほうじろです、はい、じゃあ本日最後の、えー、鳥の鳴き声サイズでいきますねはいこれも鳥の気持ちになって何て言ってるか考えてみましょう きますはい聞けましたでしょうかこれはですねキジの仲間なんですね。 あの桃太郎に出てくる記事ですけども記事の仲間の「小樹恵というとおりです古樹敬、はいえー、これはですね聞きなし、まあ、人の言葉に置き換えたものを言うとですね、えー、ちょっと来いちょっと来いって言ってるように聞こえるとどうですか皆さんもう一回いきますよこれちょっと来いちょっと来い これは結構ですね、ちょっと濃いって言ってるように聞こえませんはい。で、まあ、生地ですので、まあ、生地は日本のね、国調ですので、まあ、その仲間ですので、まあ、本当に、まあ、色がちょっと違いますけど、えー、生地に似てます。はい。で、ちょっと濃い、ちょっと濃いって言ってるように聞こえるので、はい。割とその古樹系もね、割と美味しいみたいですね、これ。あの、結構その、 えー、猟獣系とかね、漁、あのー、師さんには結構人気の鳥みたいですけども、はい、どうですかね、皆さん、鳥の気持ちになれたでしょうか、ちょっと来い、ちょっと来いって言ってるように聞こえたでしょうか、あとは仙台蒸し食いね、焼酎一1杯、食い、でほうじろ、札幌ラーメン、味噌ラーメン、小じ系はちょっと来い、ちょっと来いと、えー、この小じ系もね、結構こう、こ割と。 いますかね結構そのちょっとこうちょっといっていうのは茂みから聞こえてきたりするので割とまあ身近ではないかもしれないですけども、えー、ま場所にはよりますけども、まあ、結構その生息数も多いかなという感じはしていますはいということで今日はですね、えー、3種聞いていただきました鳥のさえずりを人の声に言葉に置き換えたものを聞きなしと読んで、えー、今日は代表的なやつを3つ 仙台虫食い、古樹渓、ほうじろ、はいえー、鳥の気持ちになるとですね本当にそんな言葉に言っているように聞こえますのでまだまだ、えー、鳥の気持ちに慣れていない人はこの愛鳥習慣、ね、まだ2日目ですから3日目、4日目と聞なん立って聞いていくどの聞いていくとあ本当にそんな風に言っているわと聞こえますので、ね、皆さんね、ねどうでしょうか。はい 鳥は非常に身近ですけども、まあ、姿は見えないけど声は聞こえるというのはあると思いますなのでその声を聞いて、えー、聞き分けることができるとよりちょっと人生ねもうちょっと楽しくなりますよはいえー、今日は、えー、聞きなしを主にね、えー、中心に聞いていただきました <laughs> えーまあ今日はこれで終わりますまた明日もねあの愛情消化が続きますからまた鳥のことについてお話したいかなと思います はいえー、ぜひね、あのこの、えー、チャンネル聞いたよっていう人は、まあ、いいねを押していただけると、まあ、それを出席に、えー、返して、返しますので、はい。<laughs> なので、いいねとかコメントを押していただいて、まあ、レスポンスしていただけると嬉しいですので、えーまあ、いいね、いいね押していただけると、それを出席にしますので、皆さんね、えー、ホームルームの出席にしますので、はい。えー、これで、まあ、今日の夜のホームルーム終わります。それではまた明日。 3日目ですのでまた明日もサイズルを聞いて鳥の鳴き声をどんどん覚えていきましょうそれでは終わりますそれではバイバイおやすみなさい